米味噌を豚肉にどれぐらい入れるんだろう。適当に入れて、何でいくの、これもでしょう。うん、あとはもみもみしてきます。今日はいろいろと作り置きをしていたんで、そしたら6時15分になってしまったので、簡単に豚肉を梅味噌につけておいたものと、キャベツときゅうりとレタスの残りと昨日の野菜の残り、これで晩ご飯にします。ということで、今日の晩ご飯は豚の焼いたやつと野菜以上でした。